はい、海上自衛隊ファンの皆様おはようございます。YouTuber 江田島 YouTuber ゆうさんです。今日はですね、海上自衛官さんがですね、港から出てですねカッター訓練をするという情報を私聞きつけてですね、ただいま江田島市の宮の原の漁港に来ております。はい、そして、今朝ですね母が作ってくれた弁当、母上お願いします。見てください、この美味しそうなおむすび弁当。はい、その上のおかずもお願いします。はい、皆さん美味しそうでしょ。こんな弁当を作ってね、今日は気合を入れてね、自衛官さんのね勇姿を皆さんにお見せしようとですねここへやってきたんですけども、なんと皆様この大雨とね時々雷がね鳴ってたんですよね。それでちょっと外出てみましょう。はい、はい、こんな感じです。大変ですね、雨が降っててですね、こうやってねアップで見てもね船がね出発しているような雰囲気が全くありません。でたまにですね雷もねピカッと光ったりしてるんですよ。で、まあ、風もありますし、でこのような視界の悪い状況でですね、まあ、もしかしたらカッター訓練はですね中止になったのかもしれないと。私床屋が今日たまたま休みでねやったーと思ってね身構えてたんですけども、宮原漁港もですね宮の原漁港もこんな大雨の感じでございます。宮の原のね物流基地の前なんですね。はい、13号でね母と乗ってきたんですけど残念ですね、この大雨ではねちょっと隊員さんもね、風邪ひいてもいけませんしね、ちょっとこの状況では出発は無理かなと。かなりね風も吹いてる状況でございます。ということでね、今日はちょっと自衛官さんの勇姿を撮影するのは難しいかもしれません。これからも海上自衛官さんを応援してまいりますので、江田島 YouTuber ゆうさん皆さん、よろしくお願いします。青い帽子のお母様も今日は映せずすいません。またね、頑張って撮影したいと思いますんで、これからも可愛がってください。我が国の海民をゆうさんよりレポートでした。それでは皆さんまたね、お元気で、ありがとうございました。うわすごい雨です、やばい。